Round one. Fight. Sonic Boom. Sonic Boom. 難しい。あー、ぼったくられてる。めちゃめちゃぼったくられてる。V リバーを打つんだったら、竜装に打った方がいいと思います。ちゃんと竜装ガードしてから打った方がいいと思います。やっぱガイルとかって、その対応キャラクターなので、いかにこういう、相手の隙ができたところに足払い刺すとか、結構キャラ対応しなきゃいけない印象は強いですよね。今だと相手がどうやって動いてくるのかがいまいちよく分かってなくて、それに対して対応が全くできてない。で、本当に安全なところでソニック撃つ、サマー撃つみたいな。で、こんだけ流走をキャンセルで撃ってきてるのであれば、ガイルは EX サマーで割り込んでおります。見てから。あ、こういうところ。やっぱり、そう、後ろ歩きでのガードが強いから、このゲームは、後ろ歩きばっかしたくなるところなんですけど、やっぱああいう EX 技で割れる連携、これ、もう割りたいね。郵送割りたいね。そう、だからね、攻めが終わってないんですよね。今だとやっぱり守り方っすね。守り方で、ためを解除しちゃうことがすごい多いんですよ。そこを直していきましょう。結構見てから、割り込みやすいポイントではあったりするんで。逆に、こう、後ろ下がっちゃうと、大流走とかガードして、そう、折られまくってる。そもそもやっぱり、この癖になっちゃう行動、とりあえず後ろ入れるっていう。せめて、後ろ入れた時に、大流走なのか、中流層なのかは見極めてボタンを押せたりすると良かったりします。今の試合を見るとちょっとボラれすぎていたので、ここってキャラ隊の問題だと思うんですよ。例えばユリアンとか相手だったら下段ワンガードした後に薄くなるんで下がり安定だと思うんですけど、なんだ、入れ込んでボタクル系、ネカリとか影とかか、まあ、ラシードとかもそうか、EX ワール。そういうキャラクターにはサマーで割るとか、このキャラと当たるときは後ろ下がりじゃなくてしゃがみ溜めを作ろうとか、ちょっと意識してみると変わると思います。